はい皆さんこんにちは今日は「お母さんと一緒の60周年記念コンサートの「ありがとうの花」についてですねこの曲というのはやっぱり坂田治お兄さんがメインとなりますよねでも私の中ではやっぱり大輔お兄さんと匠お姉さんの頃の曲ということでその2人がメインになってしまいますね そして匠お姉さんは卒業の時に最後の曲として歌ったのがこの「ありがとうの花」でしたそしてその曲を歌っている時にりさお姉さんがなんとなく涙ぐんでいるような気もして私はとても感動を覚えました「ありがとうの花」は卒業ソングとしても今後もずっと歌われていくと思いますが皆さんも是非 覚えてみてみくださいは「い、今日はお母さんと一緒の60周年記念コンサートの「ありがとうの花」についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。